その頃はあの電話帳と家にありましてね。電話帳といつも枕にして寝るってって電話帳みたいだってよく電話帳があったんです。そこを見ますとね、全部詳しく名前、住所、電話番号書いてあるんです。全部に配るんですよ。ええ。だからっつってね、その家に嫌がらせ電話をするなんてそんなケチな日本人いないんですよ。それからまあ昨日言ったようにグループじゃないもんですから。だからあの頃日本にもちろん外国の人も住んでましたけど、 日本に来た外国人はやっぱり日本の文化をね、尊重してくれましたから。だから日本人が非常にしっかりしてましたからね。電話帳を使って悪いことしようなんていなかったんですよ。1960年まではいませんでした、ね。70年もいないかもしれないですね。だから、電話帳を見て悪いことをしようなんて思うようになった日本って、たった50年ぐらい前からなんですよ。その前までの日本人って本当にね、 順調で悪いことしない人たちだったんですよ。これがやっぱり日本の宝だったんですね。ですから日本製品はみんな素晴らしかったし、日本に来た外国人はみんな気持ちよく帰ったし、ね。もちろん、石川五右衛門はいますからね。だから、盗っとはいましたよ。悪いことする人もいました。だけども、全体としては家に鍵をかけなくてもよかった。それが電話帳で、 電話番号と住所とか一緒に分かっても嫌がらせとかそんなことする人誰もいなかった。それを元に商売をしようとかね。今だったら個人情報を盗んだとか。<laughs> なんかそういう、もうとても日本人とは思えませんね。それがね、日本って5万年前からできたんですよ。旧世紀時代から。5万年間、そういう文化をつい最近まで守ってきたん。 それから見たらね、我々の世代ってのは本当貧弱ですね。後で歴史でね、この我々の時代、2000年前後して日本人は、ね、ひどくなっちゃったんだと。鍵はかけなきゃいけないし、財布が忘れたら戻ってこないし、電話帳もできなくなっちゃった。ひどい日本になったって書かれるかもしれませんね。それが最近ではね、なんかあそこで集まったということは言うべきじゃないとか,だから 写真撮ったらその写真をね、利用するのに本人が許可がいるとか <laughs>、もうね、そんなこと一切ないんですよ。えなかったんですよ。悪いことじゃないんですよ。他人の写真を撮ったら、その写真を公にしたり、他のところに無断でやったら悪い。そういうことは礼儀に反すると思ってたんです。礼儀がしっかりしたなんですね。だから、これはね、日本人が他人の権利を重要視したんじゃないんです。 これが僕はもう本当にね、まあ僕の半生はそういう日本で住んできましたから、非常に残念な感じがするんですよ。他人の権利を守るっていう意識じゃなかったんです。他人を尊重するっていう気持ちだったんです。だから他人に会ったら日本人は頭を下げて、こんにちはと、いつも世話になってますと、こう言ってたです。それから、道でね、我々狭い道ですれ違うときは、肩引きって言いましてね。 あくまでも相手とぶつからないように遠慮して通ったものなんですよ。これが日本人の対面交通の規則、規則っていうか、この前ですね、この前ってもう2年ぐらい前になりますが、有楽町か東京の大手町だったんですかね、なんかこう JR 降りて地下鉄に行くとこに、こう、二つに分かれた通路になるんですよ。地下通路が、一本の地下通路が、こう、階段のところだけね。で、階段降りたらまた一本。それで僕はこう、何気なく歩いて、 別にどっちだっていいんだろうと思ったから、こっちの階段を降りたらね、向こうから来る人はわざわざ僕の方に近寄ってガーンと、ここ、肩をぶつかってくる、ぶつけてきたんですよ。ガーンと。びっくりしちゃってね、え、どうしたんですかって言ったらね、こっちにいた人がね、ここ一方通行なんです。まあ、一方通行ってもね、歩道ですから、一方通行も何もないんですけど、一応、登るのがこっち、降りるのはこっちってなってたらしいんですよ。矢印がちょっとあってね。多分 来た人は僕は逆から入ってきてるからガーンと当たって文句。それで、いや、ここ一方通行なんですよって言ってもくれない。まあ本当にこう、んだ日本になりましたね。残念ですね。だから他人を尊重するっていうね。これ今からでも戻したいんですよ。たった50年ですよ。5万年間守ってきた文化を50年で今崩してるんです。まあそういうのを崩した人が誰って言いたくないんですけど、政治家とかね。 そういうことを一生懸命主張してる政治家とか、まあ、いわゆる文化人とか、ビジネスマンを僕ずっとこう、頭にパーッと浮かんできます。あの人悪い人だよなと。家に鍵をかけなきゃいけないとか。鍵をかけてないから家に入るってのが間違いなんですよ。ちゃんと玄関に立ってね。最後高森の話があるじゃないですか。最後高森があの頃電話ありませんから。相手がの家にいるかどうかわかんないで行くんですよ。最後でごわすと。何々。 様はおられますかっったら、ちょっと今外に出てますので、あ、そうでごわすかつって、そのまま玄関先の外に、ずーっと立って待ってたそうですよ。半日は待ってるそうですよ。じーっと立って。それが日本人だったんです。西郷隆盛がみんなに愛され、尊敬されてる理由は、そこにあるんですよ。日本人は本来そうありたいと思ってるわけです。今でもそうだと思いますよ。 ネット上で人を罵倒したりね、冷やかしたり、悪意のあるようなこと書いたり、まあ、どっかの塔みたいにお金で雇って人を誹謗させようなんて計画したり、そういう日本ってどんなにダメになったんでしょうかね。やっぱだけど僕は諦めないんです。絶対に、まあ、僕の子供の頃の日本にはすぐには帰らないと思いますよ。 家に鍵をかけない。電話帳復活。<laughs> これまではできないと思うけども、最近ね、ちょっと一つの集会をやったんですよ。したらそこに出てるとか出てないとか言うなとか言わな。だって憲法には集会の自由ってあるんですよ。<laughs> 言論の自由とか。今の日本国憲法でもちゃんとあるんですよ。だから、まあ、アメリカの影響を受けたんですかね。中国の影響を受けたのか知りませんけど。 本当にみすぼらしい、ダメな国になってしまいましたね。僕はだけどそれをね、どうしても他人を尊重するっていう文化をね、一番他人を尊重していない現在のネットで実施したい。